トリを務めていただきますチームリエゾーの皆様の演舞でございます。よろしくお願いいたします。すみません、出番ですけど皆さん大丈夫ですか？なんか今5人ぐらいで踊るのかなってちょっとドッキリしてたんですけども、いやちょっと全然脇さんにも関係ない話しちゃうけど、今舞踊家見てて、実は私舞踊家の代表同級生でして、同じ中学校とか小学校行ってたわけじゃないですけど、それで、20年前から舞踊家の代表見てますけど、一緒に踊るって本当にすごいことだなと思って、私も最初踊ってたんですけども、今じゃもうね、ちょっとだけの小説をここちょっとそうじゃないだろうぐらいのことを偉そうなこと言ってますけど、一曲踊るってすごい体力ですし、すごいなと見てて思いました。各ね、私以外の代表みんな踊れる人たちがみんなそうなんですけど、続けていくって本当すごいことだなと感じています。20年前は自分も、ね、何歳だったんですけども、うちも今でさえ褒めますけど、お母さんたちが20年も続けていくって本当にね、だって膝も腰もね、それなりに皆さん悲鳴を上げる中で、若手はねどんどん踊りたいけど、それをついていくっていうなかなかできることじゃないんですけどもね、本当に、そしてここにこうやって、ね、来れるっていうことはまず皆さん健康だってことなので、それが一番ですよね。何が言いたいかっていうと、たまたま、今年元日に能登であのような大地震が起きて、もしかしたら関東だったかもしれないですし、明日この身がどうなるかがわからないっていう今の世の中なので、こうして健康でましてや皆さんに拍手をもらえて演舞できるなんて、こんな幸せなことが、ないなと思って、他のチームも、ね、こんな風になかなかイベントや大会で他のチームをじっくり見ることがないので、とても感動して見てしまいました。こうやって踊れている限り精一杯やりたいなと改めて思う一日になりました。改めまして会場にお集まりの皆さん、こんにちは。また和気あいあいさん20周年おめでとうございます。おめでとうございます。精一杯演舞します。ご声援どうぞ。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ヒロボスのように踊れませんが、MC は頑張ります。スイたい、続いて支えたい、頼んだよ。
方は50歳で天文学を学び、55歳から17年をかけ道なき道を歩き続け偉業を達成します。今がどんな困難な時代でも、これから高い壁にぶち当たったとしても、歩みをやめない限り明けない夜などないはずです。さあキッズ、未来を作ろう。チームリエゾンの皆さん、ありがとうございました。